AFM 802. AFM 802. Design your fantastic future. Fantastic future.8月23日金曜日、時刻は夜8時を回りました。こんばんは、ファンタスティックス中島ソタです。ニューソタです。坂東さやかさんのポッピンフラッグに代わって、こっからは FM802 デザインはファンタスティックフューチャー。今から1時間僕中島ソタが大阪南牧町から生放送をやっていきます。よろしくお願いします。さやかさんも先ほど直接もお祝いしていただきありがとうございます。そうなんですよ、25歳になりまして、今日はニューソタでお送りしようかなと思います。さやかさんもちょっと早いかもしれないんですけども、1月30日お誕生日おめでとうございます。早すぎる、早すぎるか、さすがにちょっと早すぎましたけども、僕はねちょうど5日前に25歳になったので、まあこと24歳も本当に楽しかったですね。まあ802さんとは常に1年間も共に やらせてもらいまして、25歳もこうやって生放送をやらせていただけることにすごく感謝しております。皆さん今日も1時間よろしくお願いします。そしてね、まあその当日イベントがありまして、その802のスタッフの皆さん、そして DJ の皆さん、そして、まあ、帰って東京帰ってからメンバーのみんなからもたくさんプレゼントいただきまして、誕生日っていいなって思いました。家に帰ってプレゼントあげて、これどこに置こうかなとか、あ、こんな、これこれみたいなのを一人でね開けながら楽しませてもらいました。いやー嬉しいですね。まあそしてそんな誕生日といえば、8月18日日曜日、大阪市中央公会堂、通称中之島公会堂で番組初のイベント FM802 Design Your Fantastic Future 中島フェス開催いたしました。いやー、フェス前半は皆さんのメッセージを紹介したり、いつものラジオ番組をイベントにして一緒に楽しんだんですけども、後半はスキマスイッチさん、トワカさんが登場して、音楽とトークを楽しみました。まあ、今夜はそんな中島フェスライブ音源を中心にプレイバックオンエアしながら、楽しかった空気をお伝えできればと思っております。いやもうね、これ本当に言葉では表せないほど幸せでした。一日もう朝から、もう誕生日当日ですよ。で当日にこの自分の中島という名前があるフェスをやらせていただきまして、でまあスタッフさんに支えられながら、そしてスキマスイッチさんと赤さんにも来ていただいて、本当に素敵な一日になったので、それをちょっと今日ね振り返りながら、そして音源もお送りしながら、楽しんでいけたらなと思います。まあもちろん僕への質問とか、今週の気分がジャンプアップした出来事報告もいただければ、そちらを共有してあなたのメッセージで気分上げていきたいです。待っております。受付は FM802 ホームページにあるリクエスト&プレゼントのバナーをクリック、そして今夜はこれですよ、ファンタスティックチョイスあるんですけども、あのね、今回はイケボ&タメ口編実施します。これちょっと今回の生放送初めて聞いてる方はんってなってると思うんですけども、その中島フェスの前半に、ご来場いただいた皆さんに選択してもらったんですよ。その場でファンタスティックチョイスやってもらったんですけども、それは何かと言いますと、来週生放送でファンタスティックチョイスをやりますと。その時にその答える時にイケボだから、そのかっこいい声、あそうですねみたいなイケボで答えるか、タメ口で友達のように答えるか、どっちがいいですかってやったら、ちょうど半分だったんですよ。だから両方しますっていうので、今日はそのファンタスティックチョイス、イケボ&タメ口編でやらせていただきますんで、このコーナー募集するメッセージは今この後すぐ、もしくは今週末までのちょい未来の案件で、選択しなければならないことを送ってください。こういい未来が訪れますようにって思いで、僕が直感で選択します。受付は FM802 ホームページにあるリクエスト&プレゼントのバナーをクリック。コーナーってメッセージは最初にファンタスティックチョイスと書いてメッセージ投稿してください。どうしてもこっちで答えてほしいみたいなのあったら、これはイケボでとか、まあ、これタメ口で、まあ、どっちで書いてなかったら自分で選ぶんですけど、どうしてもこれはこっちでみたいなのあれば送ってください。はい、今夜も週末に向けて気分がジャンプアップする1時間一緒に過ごせればです。それではファンタスティックスの新曲いきましょう。ファンタスティックスでスプラッシュ802 Funky 802 Design your fantastic future
FM802 Design Your Fantastic Future DJ Fantastics 中島聡太が生放送でお送りしています。現在 Design Your Fantastic Future スピンオフ番組が JR 東海道新幹線の車内で聞くことができます。内容はですね、僕の新幹線の旅のお供アイテムについてお話ししたり、僕がこの番組の選曲をしながら、新幹線に乗って東京から大阪に移動している時、車窓から見える気になる景色のお話だったり、そしてですね、ファンタスティックスメンバーが社内でよくやってることなど、これね、一人一人言ってます。この人はこんなことしてますみたいなのを、もうここでしか聞けないトークをやってるので、今のうちにぜひ聞いてください。新幹線で移動中のあなたに向けたトーク内容になっております。新幹線で移動するというあなた、 JR 東海推し旅公式サイトにアクセスしてください。移動中お耳のお供としてぜひ聞いてください。そしてハッシュタグ推し旅、そしてハッシュタグソタ旅で、ぜひ感想プラスあなたの旅のお供アイテム、おすすめのねアイテムとか、車窓から見える気になる景色つぶやいてください。今後更新する回で紹介していければと思っております。ハッシュタグ推し旅について詳しくはデザインユアファンタスティックフューチャー番組ホームページに情報をアップしていますので、そちらをご覧ください。ということで、僕から皆さんにここ最近の旅のお供におすすめの曲をお届けしたいと思います。コーリーワンでゴールデンフィーチャリングコーリーファイ、JR 東海東海道新幹線でぜひ聴いてください。 FM802 から生放送ファンタスティックス中島聡太のデザイン Your Fantastic Future、たくさんねメッセージ届いておりまして、その中から一通読ませていただきたいと思います。ラジオネームアイタンさん、聡太くんこんばんちゃ。こんばんちゃ。先日の中島フェス行きました。ありがとうございます。会場の外からキッチンカーがあったり、キックターゲットなど細部までこだわっていて、学祭気分でとても楽しかったです。なんといっても会場内に入ると BGM がとても落ち着く BGM で、聡太くんがセレクトしたと聞いた時は、だから心地よかったのかと納得しました。嬉しいですね。これも、ライブアクトからいろんなコーナーなど、聡太くんらしさ満点の中島フェス本当に楽しかったです。ぜひ第2回もよろしくお願いします。逆にぜひ第2回もよろしくお願いします。僕からの意思です。これはでもね、本当にいろんなことをスタッフさんに相談していただきまして、これどうする、聡太くんこうやりたいことをやっていいよっていうのを言っていただいたので、本当にグッズもそうですし、BGM とかもそうだし、内容とかこの流れいいんじゃないですかねみたいなのを相談して作っていただいたので、こう自分の思いがすごく乗った中島フェスになりました。なのでね、この第1回が本当にたくさんの方に届いて、ぜひね、こう皆さんがまた見たいとか、また来たいって思ってもらえたら、第2回ができるのかなと思ってますんで、僕も夢を持って届けていきたいなと思います。本当に来ていただきありがとうございました。 FM802 デザイン Your Fantastic Future、 ここで8月18日日曜日、大阪市中央公会堂、通称中之島公会堂で番組初のイベント、 FM802 デザイン Your Fantastic Future 中島フェスプレイバックオンエアパート1、まずはですね、トワカさんのライブ音源、そしてライブ後の僕と一緒にお話しした様子の一部をお届けしたいと思います。この日トワカさんが披露したのは3曲、デスコロディスコ、そして僕だけが愛、夜明けのあなたへ、そしてここでお届けするライブ音源は最後に披露してくれた夜明けのあなたへなんですけども、本当にね、生で聴いてギター1本で3曲やっていただいたんですけど、うますぎた、もう痺れる本当に。いやー、これはね、音源でも今からね、この夜明けのあなたへ聞いていただくんですけども、ぜひ、心に響く楽曲になってますんで、聞いてください。それでは10日で夜明けのあなたへ、ゲストトークパートということで、ありがとうございました。10日さんにもう一度大きな拍手を。半端なくないですか、本当に素敵な歌声でやられちゃいました。本当に魅力的な、あ、じゃあお座りください。改めて戸若さんです。大きな拍手を。ありがとうございます。今日は本当に中島フェスに出ていただきありがとうございます。ありがとうございます。こうどうでしたか、中島フェスのこう演奏を終えて。あ、なんかすごいみんな優しい感じの目で見てくれるから安心して歌いました。いや、やっぱうますぎましたよね。本当に届きましたか皆さん。もういやー、あ、ぜひお座りください。プレイバック中島フェス、いつ頃からこう歌を
歌うようになったとか聞いてもいいですかね。はい、いやなんか歌を歌っていこうって思ったのは、うん、結構高校2年生くらいの時なんですけど、もともと歌うのがすごく好きで、はい、もうなんかあの中学校とか合唱祭あるじゃないですか、うん、はい、もうこんな感じで歌ってる人でした。そんな、どういうこと？なんかあのあんま見たことないです、合唱でこうやって歌う人ウェーブ？なんかすごい感情込めて歌う人いるじゃないですか。あーなるほどなるほど、気合入ってね、好きだからこその多分そこら辺から歌に芽生えてたと思います。でもギターも弾き語りで一人で3曲このクオリティってもうありえないぐらい上手いんですけど、ギターはいつ頃からやれてたんですか？高校1年生ぐらいから始めました。 そんなわけないですの上手さですよね。高校1年生頃から持って、はい、その時から弾き語りとかは上げてですもんね。そうですね、そのくらいから上げてたかもしれないです。うわすごいですね。そしてこの僕の番組ですね、デザイン Your Fantastic Future はこうジャンプアップをテーマにお送りしていまして、こう戸若さんが今年ジャンプアップしたこととか、まあ、これからジャンプアップさせたいことをちょっとお聞きしたいなと思いますが、はい、どうでしたか今年は。今年ジャンプアップしたことは、はい、あの今までずっと自分のためだけに曲を作ってたんですけど、なるほど、なんか誰かのためにちょっと優しい曲作りたいとか、うん、なんか励ますような曲を作りたいと思うようになって、まあタイアップのお仕事いただいたりっていうのもあって、うん、なんでしょう、なんか自分以外の人に目を向けるようにな、向けれるようになったのかなってところがジャンプアップだったのかなと思います。これ自分でも楽曲を作るってことですよね、じゃあ。はい、それはもう家でひたすら弾き語りというかギターですか？はい、もうずっとギター持ってずっと歌ってみたいな。もう歌詞もそのまま降りてきてみたいな。はい、そんな感じです。もう家にこもってジャカジャカと。そのままじゃあこれをジャンプアップさせたいっていうことですね。それも、うん、今後もどんどんジャンプアップさせたいし、あと人前で歌う機会がこういう機会だったりとか、うん、いただけることも増えてきたので、やっぱりもう気持ちグワンって届けられるようにジャンプアップしたいです。うわ素敵ですね拍手をお願いします。プレイバック中島フェス。デザインヨーファンタスティックフューチャー。改めまして戸若さんありがとうございました。いや本当に戸若さんとは初対面だったんですよ。なのでまあもちろん歌はねこう魅力的な部分たくさんあったんですけど、こう初めてお話ししてみて、戸若さんのこう優しいところとかそしてユーモアがありつつもすごくねこう魅力的な人だなと改めて感じて大好きになりましたね。はい、ありがとうございました。 FM802 から生放送デザイン Your Fantastic Future、 DJ は Fantastics 中島聡太です。番組後半こちら行きましょう。ファンタスティックチョイス、あなたがこの後すぐもしくは今週末までのちょい未来の案件で選択しなければならないことにいい未来が訪れますようにって思いで僕が直感で選択するコーナーです。今夜はその先日の中島フェスで約束した通りイケボか、タメ口友達のような感じで答えるっていうのをやっていきたいと思います。これだから答える時にそうなればいいんだよね。まあ一回読んでみるか。ラジオネームハルボーさん、ファンタスティックチョイス。ソータくんこんばんちゃむし、こんばんちゃむし。明日家族で川に行くのですが、その時に持っていく浮き輪を決めてほしいです。1ドーナツ型の浮き輪、2シャチの形をした浮き輪、ソウタくんが決めてくれた方で夏の思い出作ってきます。なるほどなるほど、こういうファンタスティックチョイスをもらいまして、これをイケボかタメ口で答える。まずじゃあちょっと雰囲気的にイケボで行くわ。逆にこんなプールやけど行きます。ドーナツ型の浮き輪、これは合ってんのか。怖いよ生放送、ちょっと一人で今ブースで怯えていますが、合ってはいますか。イケボでドーナツ型の浮き、だるいやつに聞こえた。明日行くのはドーナツ型の浮き輪。これじゃ答える単語がおかしいわ。ごめんね、ドーナツ型の浮き輪可愛らしく言いたいんやけども今日イケボなんですいません。
ハルボさんドーナツ型の浮き輪で。じゃあ次行きましょう。こんな感じでちょっとね、イケボかタメ口の感じで行くんで、ラジオネームパンダのミミさん、ファンタスティックチョイス、お、タメ口希望ですタメ口希望来た。ニューソタくん、こんばんちゃ。あ、こんばんちゃ。5日前お誕生日おめでとうございます。中島フェスもお疲れ様でした。ありがとう。行けなかったのでライブ音源聞けるの嬉しいです。明日の朝一人なので朝ごはん部活前に作ろうと思うんですけど、食べたいのが2つあってどっちにするか迷ってるので決めてください。1、卵をひたひたにしたフレンチトーストか、2、匂いだけで美味しいホットケーキこの決まってるやん、そのパンダの耳。これあれや、これ卵をひたひたにしたフレンチトースター作れよ。ファンタスティックチョイス、これで合ってるのでしょうか。答えは X で後でちょっと見たいと思います。今若干怯えております。これもう卵をひたひたにしたフレン、もうひたひたなんか一番美味しいんやから、もうな、どんだけひたひたにしてもいいよ。女の食べちゃってよ朝から。はい、こんな感じです。ラジオネームカホタンさん、ファンタスティックチョイス、ソタくんこんばんちゃ。こんばんちゃ。来週の BOT 京セラにつけていくリップの色を赤かベージュで迷ってます。ソタくん決めてください。カラコンはピンクです。まあせっかくなんでこれタメ口友達感じでいくか。カホタン、あ、これなんか言ってくれてたね、さっきの赤かベージュ。オッケーオッケー、じゃ決めるわ。もう一発で決めるわ。もうこれ赤。ファンタスティックチョイス、いいですね。行くよ次。ラジオネーム、ラジオネームが決まらないさん。おろ、そうちゃんこんばん。チャルモックス、チャルモッケス無理だ。懐かしい、僕もねこれ小学校の時言ってた。絶対にメッセージを送るときラジオネームがなかなか決められなくて困ってます。なのでそうちゃんにラジオネームを決めてほしいです。1、そうちゃんに作ってもらう。2、あだ名のすいちゃん、かっこ下の名前はすいれんです。どっちか決めてほしいです。タメ口かイケボ楽しみにしてます。じゃあまあイケボか。これじゃあ、あ作りますわ今。作ってそれイケボで言う。スイちゃんでしょ。 OK、 いきます。スイスイ進むよスイちゃんどうですか。ファンタスティックチョイス、どうですか。スイスイ進むよスイちゃん、これで送ってください今後。よし、決まりました。イケボって難しいんすね。だからやっぱね、声優さんとかやってるのってすごいんだなって。ちょっともっと研究しますわイケボ。まだまだでしたよとか、意外とイケボイケてたよみたいなの X でね、またちょっとつぶやいていただけると、今後につながっていきますんでよろしくお願いします。ということでね、中島フェスで決めたファンタスティックチョイスを、実際に生放送でお送りしました。ありがとうございました。ということでこのコーナーの締めにお送りする曲は、今日かな、ちょっと最近ね発表されてて、世界を変える30歳未満の30人に選ばれたアーティストの方なんですけども、その新曲をお届けしたいと思います。ラナで It's OK ということで、ね、今イケボとタメ口やってたじゃないですか。スタッフさんに難しいなーって言ってたんですけど、僕結構意外と手応え感じてたんですけども、X 見たらイケボとタメ口っていうよりキザなやつと当たり強いやつって書かれてて、確かに確かにそのキザなやつとただ単にタメ口で口悪なって当たり強いやつみたいになってましたね。すいません、ちょっとこれは研究しながらファンタスティックチョイスも進化していきたいな、まあジャンプアップねしていきたいなと思います。ありがとうございます。そんな中島フェスなんですけども、イベントホームページで、ライブレポートが上がっておりますんで、ホームページでねぜひ見ていただけたらなと思います。次はそんな FM802 デザインユアファンタスティックフューチャー中島フェスプレイバックオンエアパート2、スキマスイッチさんのライブ音源、そしてライブ後の僕と一緒にお話しした様子の一部をお届けします。この日スキマスイッチさんが披露したのは3曲、ビュー、そして全力少年かなで、今夜お届けするのは全力少年。そしてステージにですね、僕中島颯太を呼び込んでくださいまして、一緒に歌わせていただきました。本当に夢のような時間でした。その奏でをお届けしたいと思います。聞いてください、スキマスイッチ全力少年、そして奏で with 中島颯太ゲストトーク。プレイバック中島フェス。じゃあ記念すべき中島フェス第1回呼んでいただいたので、ちょっと颯太君と一緒に一曲
やってみようかと思います、ね、それでは中島そばだ、ありがとうございます。かっこいいです、最高です。いやいやいや、ライス、いや、やばいぞ夢の時間が来ますよ、これまずは中島フェス来ていただきありがとうございます。こちらこそ、呼んでいただいてありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、嬉しいね、なんか嬉しいですね。その服はどうなってるの僕も一回左に寄せてみましたけどごめんね、ちょっとどうしても気になっちゃってこのお金がないわけではないですか。むちゃむちゃお金ありそうですこれ逆に服装的にはこの服装してる人、確かに、はい、ありがとうございます。おしゃれしてきました、ね、すごい。ということで、なんかちょっと前にも、はい、あの歌ってくれてるのをちらっと 見ましたけども、ね、はい、そうなんですよ、テレビでも歌わせていただきました、ね、はい、ちょっとじゃあそれやってみますか。じゃあせっかくなので一緒に奏でという曲を、はいはい、やってみたいと思います。お願いします。はい、お願いします。プレイバック中島フェス、前回も多分聞かせていただいたと思うんですけども、はいはい、今回また新しいこう今年ジャンプアップしたことだったりとかさせたいことはありますでしょうか。ジャンプアップ、はい、ジャンプアップね、はい、どうですかね。まあでもちょっと先日、はい、まあ、僕らもスキマフェスっていうのをやらせてもらったんですよ、はい、そうそう、それで本当にもう、みんなに協力していただいて、フェスが、まあ、成功って自分たちで言うのもあれですけど、はい、無事終わったんですけど、はい、だからそこからちょっと今どうしようかなっていうぐらい、え、ね、ジャンプアップじゃなくなっちゃったじゃん。え、いやだからそのまたね、今後の今後ちょっとこうみんなで遊べるような大きな企画を考えられるような自分たちにジャンプアップしたいなと思って。おー、なるほど、うん、じゃあこう皆さんが集まれるようなフェスだったりとか、またそれ いろんな形のものを、そうですね、なんか遊べる、いいね、いいですね、そうそうそう、なんかいろんなことを融合させて、あ、でなんかこう、あ、いろんなことやってきたんですけど、はい、音楽がそこに乗っかることによってその音楽の聞こえ方も変わったりとか、うん、こういろいろ相乗効果があるじゃないですか、はい、だからそういうのがなんか面白いエンターテインメントを作れたらいいなっていうのは思いますけどね、うん、間違いないですね、はい、新田さんいかがですか。これちなみに プライベートの方、プライベートでも大丈夫です、もちろんです。あの個人的にすごくジャンプアップしたことがありまして、あら、 お願いします。富士山にちょっと登ったんですよ。だから到達高度がだいぶジャンプアップしてまして、もう上まで行ったとこですか。これがね、やっぱね、一筋縄じゃいかないですね富士山は。やっぱそうですよね、8号までちょっとね、やっぱり、でもちょっとあの頭うってなっちゃったんで。でもすごいですね、 3400m まで到達したんで、だから割とジャンプアップですこれ。すごい、普段もこう登山は結構な頻度で、ね、昔中学校の時ちょこちょこ登ってたんですよ。富士山は初めてですか。初めてですね。うわ、ジャンプアップですね、めちゃくちゃジャンプアップですよ。うわ、ありがとうございます。本当プレイバック中島フェス、あのこの辺までやってみように出ていただいたお礼を今日はちょっとしたいなと思いました。今日はちょっとしたい、はい、ぜひ。じゃあちょっと、ちょっと行っていいですか。新田君、行っていいですかってなんですかえ、そうそう、あの本当に、ね、どういうことですか。ちょっと待って、その YouTube 蒼太君の出てくれた回って見てくれた方います。あ、ありがとうございます。すごいよね、あの企画。そうなんですよ、ちょっと本当ですか。お礼しようと思いまして、こちらでございます。はい、ちょっと今日持ってきました。もうじゃあ手に取っていただいて開けちゃってください。はい、いいんですか。ちなみにお誕生日っていうのもあるんですよね。そうだね、はい、今日、はい、今日25歳に。ありがとうございます、はい。何かな、何かな。マイク持ちましょうか。マイク持ちましょうか。大丈夫ですか。はい、絶対にマイク離さんやん、はい、マイクだけを。おっと、え、やったーやったー。プレイバック中島フェス。802 Design your van. Fantastic future.
Hey, yo. 改めてスキマスイッチさんありがとうございました。うわーね、今聞いてももう思い出しますけども、カナデね、本当に幸せでした。こうずっと自分の夢が叶っていくっていうのも、自分の人生の中でいろんなたくさんの夢があって、それを一つ一つ叶えていけてるなっていうのを感じてるんですけども、この奏で歌ってる時に、あ、夢叶ってるなって、こう今まで頑張ってきたものとか、頑張ったら本当にこう多分普段デビュー前とかスキマスイッチさんと一緒に奏でを歌わせていただくなんて考えれないじゃないですか。でも本気で思えばこう実現するしみたいなのを感じた、そんな日だったなと思います。そしてね、最後の方、実はスキマスイッチさんからいただいたんですけども、それはあのスキマスイッチさんがやられている YouTube、 この辺までやってみようという YouTube があるんですけど、そこでスキマスさんが着ている T シャツがあるんですよ。それの特注で中島颯太バージョンを作っていただきまして、 T シャツと帽子ですよを特注で、しかも僕が青色好きっていうのをどこから入手して、青色の T シャツと帽子をいただきました。これを着て次またこの辺までやってみように呼んでいただいて、絶対着ていこうかなと思います。家にも大切に置いてあります。いやー本当にね、嬉しかったですよ。ちょっとメッセージ読みます。ラジオネームララちゃんマンさん、ソータくんこんばんちは。こんばんちは、いつも楽しく聞いてます、ありがとうございます。フェス行きました、めちゃくちゃ楽しかったです。そしてトワカさんにドハマりしました。ギターと透き通る歌声で会場の空気が変わってとっても素敵でした。そっからめっちゃ聞いてます。またラジオのゲストなどでソータくんとコラボしてくれたらとっても嬉しいです。ずっと応援してます、大好きです。そうなんですよね、まさか中島フェス第1回にスキマスイッチさんとトワカさんに出ていただきまして、やっぱ一発で聞いたらもう絶対にファンになるんですよね、お二人の歌声が。もうそうなんですよ。そしてシンタさんの伴奏と本当に素敵すぎる空間をやっていただきました。いやーぜひね、トワカさん確かにこうラジオ来ていただけたらね、めちゃくちゃ嬉しいですね。いろんなお話もまたできたらなと思いますんで、ありがとうございます。FM802 デザインヨアファンタスティックフューチャーエンディングのお時間です。 FM802、 この後夜9時からは高木梨沙さんのロッキッズ802です。僕中島颯太とは来週金曜日夜8時、またここでお会いしましょう。そのね、梨沙さんもあのサマーソニーの間にわざわざこっちまで駆けつけてくださいまして、中島フェスを見に来ていただいて、少しお話しして、しかも誕生日プレゼントもね、あの樋口さんと渡していただきまして、そっからまたサマーソニーに帰るという、めちゃくちゃ嬉しかったです。あ、梨沙さんが来てくれた、ありがとうございます。いや本当に愛を、802さんのそのおちけんさんだったりとか、タクトさんとか、いろんな方が来ていただきまして、愛を感じます。嬉しかったです本当に。いやまたね、この来週ここでお送りしたいんですけども、そんな来週はですね、この大阪南森町のスタジオに僕が所属していますファンタスティックスと、またもう一個違うグループがあるんですけども、そのエグザイルビーハッピーメンバーがゲストでやってきてくださいます。これ今解禁ですかね。ですね、ザ・ランページさんから吉野北斗さん、そして浦川翔平さん、お二人とも初ですよ。北斗さんとはツインボーカルでこのエグザイルビーハッピーで歌わせてもらっていまして、北斗さんと翔平さん来る。そしてもう一人、ファンタスティックスから木村圭人さん、この人はあんまり知らない人なんですけども、なんか来ていただけるみたいなので、なんかね、あんま知らないですけど3度目の登場みたいです、木村圭人さん。いや、 Be Happy のこの4人が集まって、多分ね、802の皆さん、まあ、翔平さん出たことあるかもしれないですけど、もうあのキャラをね、ちょっとこの時間にお届けするのがどう、生放送大丈夫かと思うぐらいのキャラなので、そうなんですよ、ちょっと楽しみにしていただきたいなと思います。まあ、北斗さんも来ていただいて、そしてケイトと4人でお届けしたいなと思いますんで、来週も必ず聞きに来てください。ということで、今週本当にたくさんのメッセージ、そして中島フェスありがとうございました。25歳の中島颯太もよろしくお願いします。最後に行きます、バチャッ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 、5回でした。Design your fantastic future. This program was brought to you by JR Tokai Oshitabi Campaign.